とも発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は全国商店街交流フェアというものが秋葉スクエアで開催されておりまして、こちらの方にたくさんのブースが並んでおります。向こうから見ますと洋画東京ですね。そして地蔵通りですので、やはりこれも東京です。そして臼杵商店街とありますが、これは鹿児島県の鹿児島市と言っていました。ちょうどブースの方が言われるのは天文館ではありませんよというふうに言われました。その次が浜辺市ですので、和歌山県の、その山梨県になります。ちょうど私の知り合いの皆さんがおられるところです。今日の特徴はこうした風にそれぞれの商店街の内容が同じ形で作られているということです。鹿児島があり、世田谷があり、そして長野県があり、これはこの全体の卸売をやるところです。この三条市があります。佐久市があります。名古屋市があります。そして先ほどの東京文京、そして山口市があります。こちらは北海道もあります。そして先ほどご案内しました山梨、これが特徴としまして、この全体が同じスタイルになっています。この街づくりは古典の魅力アップからということで、それぞれのコンセプトが書かれており、商店街の書いた問題と課題がある、現在の商店街の取り組みがある、この古典のそれぞれのこの商店街の活性化を、それぞれの個別の店、古典の繁盛からスタートしていこうという、点から線へ、そして面への展開を図っていこうというような考えのもとに取り組まれている事業が長崎の取り組みだそうです。これらのものを詳しくそれぞれ聞いていきたいと思います。また現地の訪問、あるいは個別の商店の皆さんのお考え、取り組み、そしてこの指導なさっている先生のお考えというものをそれぞれ活かしていただいて、総合的に捉えてみたいと思います。今日は全体の取り組みというものを見させていただきました。ちょうど今講演が行われているところですが、私は個別の店の店舗周りをさせてもらっているところです。この並行して行われているのが今日の特徴です。終わります。